アレクサンドル・アルハンゲルスキー、アレクサンドル・アンドレイ・エビチ・アルハンゲルスキーは、聖教会の一員である、ロシア聖教会の聖歌作曲家。同性の人物名は、現代日本では通例、アルハンゲリスキーと転写され、その方がより原音に近いとされることが多いが、聖教会の聖歌作曲家たる、本項目の人物については、日本聖教会で行われている表記である。 アルハンゲルスキーが用いられることが多く、本校の記事名、表記もそれに準拠した。1846年、農村司祭の子として生まれる。ペンザの中東人学校で音楽教育を受けた後、16歳で聖火隊の主相者となる。作曲法と歌声法をエヌポトレフに指示。同時期にクルキー記号によって記録された古典聖火の研究に取り組み始めた。 1880年にペテルブルクに来てから、修正彼が指導し続けることになる合唱団を組織する。この時、公式な聖歌隊としては、ロシア聖教会で初めてソプラノとアルトを導入し、混成合唱を採用した。聖体礼儀や鉄夜等といった聖教会の方針礼音楽に膨大な作品を残している。 ドミトリー・ボルトニャンスキーの頃から始まった西洋化された西教改正化を方針例に適合した伝統のもと復興させようという流れが完全に定着した時代にあった作曲家の一人がアルハンゲルスキーである。同時代に活躍した同様の傾向を持つ作曲家にパーベルチェスの古婦がいる。その素朴かつ美しいメロディと火星付けからロシア正教会に広く親しまれる。 聖歌作品が多い。また、日本聖教会でもアルハンゲルスキーの聖歌がしばしば歌われている。1924年に英民サンクトペテルブルクのアレクサンドルネフスキー大修道院に埋葬された。ありがとうございます。